どうもこんにちは、プレッシャーのきじまです。今回は成婚大会が決まったプレッシャー会員の A さんとお話をしました。 A さんは11月1日にプレッシャーに入会され、2月に成婚大会となりました。お相手に求める条件もかなり寛容で、最終的にお子様のいる女性と成婚決まったんですよね。 A さんの活動内容としては、2ヶ月の中で6名に申し込み、7名の女性とお見合いをして、4名とプレ交際に進展となっております。ご自身の子供を希望していた A さんなんですが、彼女からのある一言でその条件も変え、結婚を選ばれたわけなんですが、そのお話はインタビュー内でお聞きしておりますので、ぜひ続きをご覧ください。はい、では本日は A さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけど、まず入会前の気持ちを教えていただけますでしょうか。まあ、相談所に入会しようと思ったのは、突然思い立った感じで入会しました。初めは違う結婚相談所に入会していたんですが、あまりサポートがなく3ヶ月ぐらい経って、これはどうしようもないなと思った時点で、また違うところっていう感じで今回入会することを決めました。3ヶ月ほど別の相談所で活動されて、うん、いらっしゃってフォローがなかったっていうことなんですけど、ね、具体的にどんなフォローがなかったような感じです？全くなかったんですか？そうですね、こちらから投げかけた質問にもあんまり返信がなかったり、この後どうすればいいのかっていう形のフォローが全然なかったりっていう感じですね。もう勝手にやってみたいな感じに近いもんです。それはもうカウンセラーが一人ぴったりついてくれる相談所だったのにフォローがなかったんですか？そうですね、担当のカウンセラーはついてはいたんですけど、相談したり質問を投げかけてもこうスルーされたりとか、あまり的確なアドバイスをいただけなくて、一石を考えたところ、プレッシャーが目に留まったということなんですね。数ある相談所の中で、プレシアに入会しようと思った決め手って何かありましたでしょうか？初めプレシアを知ったのが YouTube 内で知りまして、でその中でいろんな動画を見せていただいて、統計というのがすごく大事にされているような感じを印象を受けまして、前回の相談所さんでは、ふわっとした頑張ろう気持ちでみたいな形の部分ではなく、統計でっていう感じのことをすごく言ってやられたので、違う感じでされているので、今回ちょっとこちらの方でしたらと思う感じがあって入会を決めました。実際どうでした？プレッシャーに入会後のサポートっていうのは、入会時点の時でもいろんな統計であったりとか、自分自身のことが今どの位置にいるとか、どういう感じなんだかっていう形の部分をすごくはっきり教えていただきましたし、それに対してどういう方に申し込みをすればいいのかとかいうことが明確に分かりましたので、初めから少しやりやすい部分もありましたし、始まってからも統計的にこれ何人申し込んで、で何人に返ってくる返事が返ってきてっていうので数字で示されてたので、それに関してはそれに向かってやればいいっていうのが明確やったので、すごく安心感は、できました。 A さんはこう私が作った自己価値診断チェッカーをやっていただいた時に、A さんご自身の点数が55点、デート希望される女性の条件がその時で27点だったんですよね。なんで最初から A さんは高望みされてなくて、すごく現実的に婚活される方だなって、客観的に私が拝見させていただいてたんですけど、女性に対するこう希望条件が高くなかった理由って何かあるんですか？自分自身を思って、それほど条件、年齢の部分であったりとか、そういう部分で、そんなにこだわりというか、そういうのがなかったので、そうですね、その条件的な部分ではあまりなかったので、という部分が、そういう感じになったんやと思います。A さんは4ヶ月で結婚決められたということなんですが、お相手の女性に対して結婚意識された瞬間ってどんな時でした？何度かデートさせてもらって、今のその決めたっていう部分では、条件が合わなかった部分が、子供が欲しいっていう部分があったんですが、女性の方からも、お年齢的な部分で子供はっていう話があった時に、他の方を選んでもらってもいいですって言われて、この条件よりもこの人といたいなという感じが受けたので、そのことよりもその条件は別として、あなたといたいですっていう気持ちになれたことが結婚の決め手になったかなと思います。 A さんのように40代半ばでご自身のお子さんを希望して婚活をされる方ってまあいらっしゃると思うんですけど、A さん自身もご自身の子供を希望されてて、でそれを女性に伝えたところ、ちょっと私にはそういうものに答えることが難しそう
うだからっていうことで、うん、まあ、その時に他の男性選んでもらってもいいですよっていう言葉をかけられた時に、なんかその瞬間 A さんの中でやっぱり自分の子供よりも彼女と結婚する未来の方が幸せだろうなってイメージができたので、お子さんはまあ諦めるじゃないですけど、その条件を外してまで彼女と結婚したいって思われたんですか？そうですね、彼女には子供さんがいてはったので、まあ、自分の子供ではないですが子供さんっていう部分では自分の中で納得できたというか、そこはあまり重要ではないんだなっていう気持ちにはなりましたね。やっぱり一緒にいたいと思う気持ちの方が良かったと思います。そのあたりももう女性に希望する条件としてはかなり柔軟性をね持たれていらっしゃったということで、うん、まあ、今もねこうお話出たように、女性はお子さんがいらっしゃって同居されていらっしゃったんですよね。そうですね、はい、自分の子供さんと同居されていましたね。シングルマザーって言ってですね、はい、そのことっていうのはもうプロフィール上に、まあ、載ってたわけじゃないですか最初から、はい、うん、同居されてるお子さんがいますよと、はい、そういう部分でも A さんとしては抵抗がなくお見合いできたんですか？そうですね、いろんな方とお会いしてみてっていうの部分が初めにありましたので、はい、まあ、その部分では自分の年齢的にも考えても相手に子供さんがいてはることはおかしくはないと思うし、まあ、普通やと思いますので、まあ、そこはどうしてもいてるとダメだっていう感じにはならなかったですね。ちなみに A さんが46歳でお相手の女性が一つ下の45歳の女性ですよね、はい、プロフィールを見た時に、まあ、シングルマザーで同居してるお子さんがいますよってなった時に、うん、多くの男性がやっぱりこう腰が引けるじゃないですけど、自分にはとてもっていう感じでお見合いをお断りされることが多いんですけど、彼女と結婚を決めて進めるにあたってお子さんの存在ってすごく大きいと思うんですよね、はい、そのお子さんとの関係づくりっていうのはどのタイミングで始められたんですか？決め手になった部分のお話があってから一月ぐらい経った後ぐらいですかね、うん、たまたま私が彼女のお家の近くに仕事があったので子供も含めてお食事してみませんかっていう話になったので、それ以前からはまあだいぶ子供さんにいろいろお話はされてる方やったので、うん、そんなに抵抗はないっていう形、再婚に対してまあ応援してくださってるっていう子供さんが彼女のことをすごく聞いてたので、まあ、再婚に対して抵抗はないし、まあ、その私自身のことをまあいろいろ話してくれてる中で会ってもいいっていう気持ちになってくれたっていう形で会わせていただいたっていう感じですか。実際に会ってみてどうでした？緊張しました？緊張はしました。ただ、まあ、はい、うまい雰囲気を女性の方がうまく作ってくれたのと、はい、子供さんたちも積極的に話に入ってきていただいたり、まあ、話できやすい雰囲気を作ってくれてたので、はい、うまいこと話は普通にできたと思います。お子さんたちは学生さんですか？まだ。そうですね。女性がね、やっぱり A さんと子供さんが話しやすいような雰囲気を作ってくれるっていうのはめちゃくちゃ助かりますし、嬉しいですよね。どちらにしても。そうですね。はい。それで、まあ、お子さんとお話しして、特に関係性としても良好だっていうことで、この度成婚を決められたっていうことですか？そうですね。子供さんたちもお母さんが選ぶ方ならばということで、あの人でいいという、まあ、言ってくれたっていうことを聞いたので、まあ、そうであるならばお願いしますという形で。じゃあご結婚後はそのままお子さんとも同居されるんですか？ A さん。はい、そういうつもりです。あ、素晴らしいですね。はい、プレシアで婚活いただいた期間っていうのが4ヶ月ということで、まあ、非常にね、はい、短い期間だったかなと思うんですけど、プレシアで婚活をして思い出に残ってることってございますか？いろいろあるのはありますが、面談でしていただいている時でも、はい、こちらの話をうまいこと引き出していただいて、まあ、状況を聞いていただいて、でそれに対して、まあ、的確なアドバイスを受けれたのはすごく前回と違う部分がやっぱり感じれたので、それはすごく嬉しかったですし、はい、安心感はすごくありましたので、ここは良かったと思います。良かったです。前回の相談所とは違ってしっかりアドバイスもありましたかね？ありました。良かったです。今回ですね、まあ、4ヶ月で成婚できた勝因っていうのは、こう A さんの中で何だと思いますか？婚活を始めたこともそうですが、まあ、自分から動くことを今回はすごく大事だっていう方は感じました。相談所に入ることもそうですし、まあ、ご申し込みを受けた時にでも、まあ、選ぶんではなくてとりあえず会ってみて、うん、お話ししてみてっていう部分がすごく大事やなと思いましたし、そういう行動の一つ一つが結婚にはつながったんだなというふうには感じます。そうですよね。前の相談所さん3ヶ月しか在籍していない中でこうプレシアに、うん、乗り換えるって結構
構勇気がいるというか、お金の面でも大きな負担じゃないですか、うん、それでも A さんは迷わずにこう3ヶ月の、ね、相談所を乗り換えてプレッシャーに移籍されたっていうのも一つのこう行動力なので、そういったことがなければ、もしかしたらね、まだ婚活をずっと続けられていたかもしれないので、はい、A さんの、ね、行動力あっての今回ご成婚なんじゃないかなと思います。今回ね、いろいろお話聞いたんですが、最後にですね、結婚相談所での婚活を検討している方へメッセージいただけますでしょうか。繰り返しにはなりますが、行動をまず起こしてくださいっていうことと、広く広くいろいろな方に目を向けていただいて、いろんな中で感じるものを大切にしていただければいいかなと思います。そうですね、あまりこう高望みせず、申し込みいただいた女性とはたくさん会って、求められたことに対しても柔軟に対応することで結婚が近づくということですよね。A さん、本日はたくさんお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。